現行のクランクとかっていうところで取り組めてて、どの辺がおすすめなんでしょうね。やっぱりあれですよね、ベーシックとトリックでも走りでもどっちでも使えるっていうところで価格が安いのはやっぱりスズノの、まあメッセンジャーっていうのがあったんですけど、ちょっと今ネーミングが変わって本当にあれがハイマンになったらしくて、ハイマンですね、なんかまあモデルチェンジですね。まあ物は同じなんですけど、値段だけ上がったという。メッセンジャークランクってのはすごいネームバリューがやっぱりあるというか、テストで検索したら大体出てくるクランクなんで、あれが PCB130 でしたね。そうですね、だからやっぱり130だとやっぱり144に比べてチェーンリングの価格も安くなるし、で、ね、逆に144で小さいギアってまずないから、せいぜい44ぐらいまでしかね、一般的にないです。スクエアテーパーなんで、まあビームも1年くらいでかなり安いし、まあ、どっちにしろトリックやるときはその回転性っていうより、どっちかというと丈夫さ、いかに壊れないかがね、大事になってきますもんね。まあ、走りってなってくると、やっぱりその回転のスムーズさとか、その、エンジンさとか、ダイレクトドライブとかっていうところがすごい人気があると思うんですけれども、まあ、頑丈さっていう点を追求するとやっぱりマウンテンバイクとか必ずしもそのピストバイクのパーツじゃなくてもいいよねっていうところに統一があるんですよね。そうですね。だから当時やっぱり一番トリックライダーが好んでたのはプロファイルレーシング、もう完全に BMX 系ですよね。クランクもあれ黒物でできてるし、でハブはかなり丈夫で、だからクランクもハブも回転性決して良くはないんだけど、もうかなり丈夫、フレームを折ってもクランクハブは残ってるっていうぐらい丈夫なんで、まあ、トリックをやる上でやっぱり壊れないってすごい重要な要素だと思うんですけれども、どうしても僕がいつも壊してしまうというか、すぐ最初はへたらせてしまうサドルなんですよね。サドルってぶっちゃけブルックスとかでやるもんじゃないと僕は思ってるんですよ。まあ、やってるんですけどね、革サドルってどうしても傷がついてしまうと、最初ってすごいツヤツヤなわけじゃないですか。まあ、よく言えば味なわけなんですけど、破れまで来るとちょっとこう、まあ、みすぼらしいじゃないですかねっていう風になってくると思うんですけども、サドルっていう部分に関してはどういったものがカスタムの上でトリック用にはいいのかなってありますかね。僕ずっとサドルで悩んでるというサドルなんですけども、まあ基本的にいわゆるスピードとかロングライブのようにずっと座りっぱなしではないんで、ほとんど立ちこぎで動いてるんで、あんまりその座り心地っていうより割と BMX 的に何かやるときに掴む、取ってみたいな感じもあるんで、だからそれこそBMX に使われてるピコタルサドル、ね、前後には動かないけど角度だけ変えられる、両方から六角でグイッてしまう、ママチャリとかにも使ってるような感じですよ、ね、ボタルっていうと。それとか、まあ、基本的にあと、もう転ぶのが当たり前なんで、サイドが革が入ってないようなマウンテンバイクなんかのサドルがやっぱり向いてますよね。もうその快適性っていうのは考えないわけですね。まあ、唯一ね、ブルックスなんかでもオールド BMX なんかは唯一ブルックスが向いてるっていうのはなんつったっけ、うちのランチパッドについてる一番分厚い革を使ってるサドルがありまして、それがまた名前が出てきた、出しときます、練習で。あ、これです、今画面に映ってると思う。これね、コルトですね、これです。コルト、コルト、あれがもうちょっと見たことないけど、やっぱり一番丈夫らしい、ちょっと小ぶりですよね、コルトって。そうですね、ただね、皮が厚いんで、ケツが痛い痛い。レディース用って言ってたやつ。いや、
あれはあのなんだっけ、C17 っていうスタンダードのレディースやだけど、コルトはもうワンサイズしかなくて。あ、そうなんだ。スタンダード D17 っていうと結構あの展開、まあ、カラーとかサイズはすごい多いですし、うん、確かレーシングモデルってありましたっけ。そう、うん、ありました。ありましたよ、ね。うん、今ありましたっけね。なんかあのレールがちょっと違ったと思うんですけども、うん、まあやっぱり革サドルとかっていうよりかは革、まあ、でも丈夫なもの、うん、あるいはそのマウンテンバイクとかに使われてるようなフラットでも快適性を無視したものを使うのが、うん、あのいいかなって思うんですよね。そうですね、うん、それから絶対こけないこと。いや、それは無理だと思う。受けますからね。今日長ズボンなんで分かんないんですけど、結構この辺に、僕が下手くそなだけなんですけど、結構この辺すごいあざなりますね、練習すると。確かに、まあ、どうしてもこけるのは人の自転車にこけてしまいますので、まあ十分注意してやらなきゃっていうところなんですけど ね、まあ、その間でもこういうスローピング、かつ短めステムの、幅広のハンドルで、うん、まあ、丈夫な、クランクとかを使いというところで、トリック用ピストが完成するという感じです。あ、ペダルは？そうですね、ペダルって結構重要ですもんね。うん、で、まあ、ね、走る人は結構ペダルもね、なんか昔クマがいいとか、うん、いろいろこう、凝ったペダルあるんですけど、トリックの場合もバーエンドとサドルとペダルっていうのはもう常にひっくり返ったら擦れるというか削れるんで、逆に高価な金属ペダルだと、もうヒットした時に金属も擦れる、すごいやっぱり音と衝撃があるんで、安いフラットペダルがもうバンパーがいない一番いいかなと。プラスチックですよね。そうそうそう、樹脂が一番いいっていう感じですけど、うん、まあ、結構中にはね、そのいわゆるトゥークリップとレストラップで、まあ、レーシングペダルを使ってガンガントリックする、まあ、すごいと思うんですよ。僕には絶対できないんで、すごいテクニック持ってる人はそれでもいいんですけど、やっぱり練習してるうちはその削れてもあんまりこう痛くないというか、そういうのが一番ベストですよね。そうですね。まあ、だからペダル安い分、まあ、できればストラップはやっぱりホールドファーストがやっぱり一番いいんで、ペダル安い分ちょっとストラップを奮発するっていうのは。なんでホールドファーストがいいの？立体裁断されてて、右足用左足用っていうふうに分かれてて、フィット感がすごくいいのと、いわゆる人ってほら靴が履き替えることあるけれど、うん、それをマジックテープでワンタッチでサイズ調整できるっていうところが、普通だとね、ベルクロを外して、うん、こんなもんかなって、うん、目分量で閉じて足入れて、うん、いやもうちょっと締めなきゃとかやんなきゃ、うん、あんなのがワンタッチでできるというところがやっぱり便利だし。そうですね、うん、一般的なストラップだと結構こうサンドイッチというか二重構造で、ね、うん、一回ベリッて剥がして、うん、中のやつもベリベリってまた剥がして、うん、また上からこうかぶせるっていうのがあるんですけれどもホールドファーストってこう一回ビリッて剥いてギュッて引っ張ってもしまいますよね、うんうんうん、ですし、ホールドファーストを僕も使ってるんですけど、すごいいいなって思うのが、上の部分だけとか、うん、下の部分のストラップ部分だけとかで、別材であるじゃないですか、うん。どっちかダメになっても、どっちかだけ買えばいいっていうところで、うん、結局、最初は1万円近くしますけれど、長い目で考えたら壊れないし、壊れても部分で買えれるから、安いっちゃ安いですよね。そうですね。3年使ってますけど、全く破れる気配はないっていう、錆びてはきますけどね。うん、ホールドファーストはすごいおすすめですね。うん、まあ、あと強いて言えばタイヤのチョイスですよね。タイヤですね。うん、なんせリジットなんで、その衝撃をいかにサスペンションないから、を吸収できるかっていうのはもうちょっとタイヤに頼らなきゃならないんで、比較的太いタイヤを使うんです。どのぐらいの太さがおすすめですか？やっぱり35前後。あ、結構太い、あ、それはこれが今 32C ですね。ただ若干なんか太めな感じはしますけど、結構この幅ってブランドによってばらつきありますよね。いや、まあ、結構ね、広いものがあってね。これはマキシスですよね。そうですね。
まあ、フロントはね、そんなに削れることないんで、まあ、ほとんどついてりゃいいかっていう感じで、リアに関してはやっぱりスキット多用するんで、やっぱりダウンの方がいいかなとは思いますよね。あと、まあ、タイヤが太くなると、その分あの空気圧を下げれるわけじゃないですか。で、段差とかに乗り上げた時にもうちょっと消費があの緩くなりますよね。そうですね。23C とか、カツカツの臭いやつ結構こう手首にガンガン振動くると思うんですけど、これがちょっとこうふにょっとした感じで、あの若干いなしてくると思います。結構トリック向けカスタムってあのトリックに特化しがちなイメージなんですけど、街乗りでも意外とあのおすすめですよっていうところですよね。そうですね。だから路面あんまり神経質にならなくていいし、ね、あの歩道と車道行ったり来たりっていうのはやっぱり23だとね、かなり注意しないとダメだけど、その辺維持に向けますよね。確かあのフレームにもよると思うんですけど、ブルックリマシンマークスとかだったら大体何 C ぐらいまでいけるんですか？ 35 C ぐらいまでいけますよね。そうですね、まあ、メーカーによって今、昨日一昨日にお伝えしたやつは38まで入れることができます。38C、もうかなり太めですね。そうですね、単純に横がもう 38mm ですもんね。そうそうそう、ダンプの話は確か 40C、47C まであるんでしたっけ？マックスね、48だから50まであるんですよ。50までですか。うん、中途なかなかピストンに使うことは難しいですよね。もうやっぱりフレーム的に現行のものじゃなくて、あのブルックリンマシンワークだったらランスパッド、うん、あれは50まで入る。50まで入るんですね。そう、まあ、なかなか現行のフレームでは珍しいかなというか。そうですね。まあ、あのチンデリの Z とかね、あの結構太めのものが入るっていうのもありますので。そうですね。なのでやっぱりあの太めのタイヤが入る、かつ鉄っていうところで、あのトリッピングも使えるっていうところですよね。そうですね。やりました。まあ、なかなかあのトリック系のカスタムってあんまり街中で見ることって少数派かなっていうイメージがあると思うんですけれども、まあ、ぜひあのこういったトリック系のカスタムピストっていかにご興味がある方は、中さんのお店でいろいろお話を聞いていただいたり、僕のブログでもちょこちょこ書いてる部分がありますので、ぜひ見ていただけるとありがたいなーっていう、ちょっと商売今日は今日はそんな感じで締めくくらせていただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。最後まで見てくれてありがとう。気に入ってくれたらチャンネル登録お願いします。